はい、ズバットレップ塩見です。本日10月の29日、火曜日です。ただいま10時55分という、今から BLT サンドを作りたいと思います。はい、材料は簡単にパン、 BLT なんでベーコン、レタス、トマトと、プラストッピングでチーズを1枚っていう感じで作ってみたいと思います。パンにですね、まずチーズを乗せてそのまま焼きます。 1,2,3,4,5 分ほど、その間にですね、ベーコン焼きたいと思います。よいしょ。あとはこちらトマトを切る。はい、ベーコンがカリカリに焼けてきました。あと用意したのが、トマトを切ったのとレタスです。あとマヨネーズとケチャップ。はい、左側にベーコン、右側にレタスとトマトを乗せました。でもってマヨネーズを投入。こんなもんかな。ケチャップを、ケチャップを投入で、まあこんな感じで完成です。では食べます。よいしょ。フレッシュなトマトの味とシャキシャキのレタスが絶妙で美味しいっすよね。あとカリカリのベーコンの味が効いてます。ただ食べにくいのは難点です。それ以外味は抜群です。